秋。次。次は、高山みのる。高山郵便 .com。郵便屋なの？郵便屋なの？日本郵政から怒られそうですけど。マシンが壊れました。燃えてます。電源がつきません。CPU 壊れましたか？中古パーツは不安でしたが、新品を使え、で、白のケーブルを使えっていうことみたいですね。CPU 燃えることあるんですかね？グリスが固まって冷却がうまくいかなかった。ああ、これ逆か。CPU ファンが先に壊れちゃって、焦げ臭くなっちゃって、で、それで無理やり使ってたから CPU も熱で壊れちゃったみたいな感じなんですかね。まあ、やることは分かりやすくていいですね。ん？あれ？これ一回開けてるな。メモとまた、にらめっこします。ああ、はいはい、了解了解。白ケーブルを使えということなので、先に白を選んでおこうか。インストールすべきがまず CPU ですね。はいはい、CPU。新品を使えということですよ。うん。1700、これか。入れます。一回雷で電源が壊れて動かなくなったことがある。電源交換して直ったけど。やっぱあるんですね。近くに落雷したんですか？よくね、雷が鳴ってる時はパソコン落とせって言いますけど、私あんまり気にしたことなくって、雷が鳴ってても普通にパソコン使ってたりするんですけど、実際壊したそのせいで壊れたっていう人話はよく聞いてるんですが、近くで落雷したせいで停電が起きて壊れたみたいな、そういう話じゃなくって、ただ使ってるだけでも急に壊れたりするもんなんですかね。グリス塗って、CPU ファンも新しく買います。これも新品で白、これか、パーツが足りま、違う、あれか、ライセン CPU はほんとさ、これ、まあ、このレバー戻さないといけないのいつも忘れてしまう。で、白入れて、で、あと電源取っちゃったんで電源も新しくします。新しくする電源がハイドロの 650W、ハイドロの600、これか、入れます。うん、で、あと白ケーブルでつなぎます。なんか光ってない、このケーブル。この辺の色のついたケーブルはちょっと取っちゃおうか。こんな感じか、これもか。で、ケーブルつなぎます。あ、来週の、まあいいか、来週の予定表まだ作ってないなと思ったけど、どうせ今週とやること変わんないからまあいっかって思った。うん、黒いケースに白いケーブル、悪くない。一回凝ってケーブルとかもオーダーメイドで作ってみたい。蓋したら見えませんよ、机の下とか置いたら見えませんよなんか最近 LED で何でもかんでも光らせるから、なんか部屋が眩しいじゃないですか。これになんか下品な光り方させてんですよね。七色に光るとか紫に光るとか、あんまりどうかなって思っちゃう。古の人間だから。
よし、OK。これで起動確認して。閉じちゃいましょう。OK。パーツ代金もよろしいですね。わざわざ電源を引っこ抜いたのはそのせいですね。この人の電源、ちょっとかっぱらっちゃおうかなっていう感じ。高山ミノール。新品を使う、白ケーブルを使う。多分 OK でしょう。新品使ってますよね、これ。多分 OK。拾って、置いて、で、受け取る。よいしょ。OK、星5。いいね。次。コンドプロダクション。ブルースクリーンを出してコンピューターが立ち上がらなくなりました。新品で作ってくれ。危険なサイトをたくさん訪問したっていうことでウイルスのせいっていうことかな。新品とウイルスチェックが必要です。はい、これも途中、あ、これも途中だな。近藤、ウイルスチェックをするから、まず USB ドライブが合いません。あれ？え、これ中身全部取ってんじゃん。何これ？おーん、まあいっか。これシルバーストーンの PC ケースだそうです。あんまり使ったことないんですけど、ちょっと変わってますよね。あの下に、これ何センチ？ 20 センチ？ 14 センチ？ 20 センチか？でっかいファン下に2つもあって、これ下から吸気してるんですよね。一応こう底上げされてるんで、なるべくホコリは吸わないような仕組みになってるんでしょうけど。さてやりますか。これマザーボードから入れ替えようとしてますね。入れるのが370って言ってるな。新品だっけ？新品ですね。新品の370、これ K7。 あれ PC ベイって使え、あ、そうか、ソフトが出品するときは PC ベイって普通に出版クリックで出品できるけど、購入するときはソフトウェアからやんないとダメなのかな。それで、あとメモリー入れます。メモリーが、どれだっけ ?3200 のメモリー。これか。これも、はあ、これもおかしな付き方してますね。マザーボードが、これまでのとは90度回転してついてて、バックパネルが上に来てますね。ああ、なるほどな。一時期話題になった煙突配置ですね、これ。なるほど。CPU。CPU が 1600X。 これか入れて、ちゃんとレバー戻して、んでグリス置いて、ついでにこれ入れて、んで今度近藤の CPU ファンは普通のを使いたいです。OKOK、 ちょうどよかった。この人の CPU ファンですね。残り10ドル。え、じゃあこれ以上使えないってこと？あ、でもちょうどいいや、ここまでだ。一応ね、この辺計算して
あのパーツを入れ替えるかどうか確認してるんですよね。本当に在庫チェック大変。そうじゃなくて、あとはじゃあグラボか。メモリ入れたグラボ、グラボはちゃんと元に戻せと言われてますね。この辺のその変えてもいいのか、それとも変えちゃいけないのかっていう、この辺のルールがいまいちよく分かってなくて、依頼によって違うんですよね。で、あとケーブル、ケーブルは何色でもいいよ。紫にしちゃえ。あー、そう、なんかこれも気持ち悪い配置だな。そう、煙突配置、煙突のように上にこう吹き出していくって感じ。これまで見てきたパソコンケースってだいたい前面吸気で後ろに排気するんですけど、このタイプは下から吸って上に出すっていう、まあ、温まった空気が軽くなって上に行くっていう、でなおかつ煙突効果、これここの、横の面埋めますから、煙突みたいに下から上に自然に空気が流れていくっていう、こういう効果を狙ったケースなんですよね。なんで普段そうフロントがここに来るべきで、リアがここになるべきなのを90度、回転させて、だから吸って上に出すっていう形になってますね。なんでここに下側に大きなファンがついて、で CPU ファンも下から吸って上に出すっていう流れ、この考え自体は結構いいなと個人的には思うんですけど、ちょっと妙な配置にはなるのかな。うーん、あれね、電源に関してはこれ多分上から吸って横から出す形になってますけど、まあ、電源の中の空気っていうのはここでしか流れないから、パソコンケースの中に関してはあんまり関係がない、影響がない。いいね。昔はこういうのあったんですけど、今あるんですかね。なさそうだな。なんか今のパソコンケースってケースに液晶がついたりしているみたいですからね、需要と供給なんでしょうけど、なんかなって思う。それよりはこういうやつがいいな。個人的にはマイクロ ATX ぐらいのサイズで煙突配置のやつ欲しいなと。まあまあ仕事しよう。両面パネル、ここな。でもこれホコリどうなるのかな。あ、でも下から空気が出てくるからホコリ溜まりにくい仕組みになってんのかな。でこれで横側閉めて、ここか。 GPU とか普通に横置きじゃないとちゃんと冷えないっぽいですね。GPU こうか。 GPU はこう横からこうファンが出てくるけど、まあ流れに乗ってこう下から行くから悪くはないんじゃないですかね。多分下からこう冷たい空気がこう下からこう来るし、横に排気が吐き出されるけど流れに乗って上に行くから、そんなに悪くはない気はする。そうね、このなんだっけ、 GPU をこう90度こちら側に向けて手前の方に配置する、側面、側面パネルのこの辺に穴開けといて、そこから GPU 配置するっていう形でも良かったかもしれませんね。電源がこうなんだし、まあその辺は見た目の問題だったのかな。ここに穴開けるのちょっとなんかなって。結構いいケースだな。個人的にはこういうの好き。いいね。フロントパネルどうなってんの。
これ前に USB 挿すとこないのかなとか考えるとちょっと使いづらいみたいなところはあるかもしれませんが、よし完成。あ、また危ない危ない、ウイルスチェックしてなかった。スイッチ入れて、これさ、でもコード全部上に挿してんのよな。こっから出てくるのか、なんか変な感じだ。忘れていたんですが、あ、なんだっけ、あ、ここ、あ、そうか、ここか、そうか、USB 挿すとこここか。ちょっと待って、ちょっと挿せないんですけど、これ、あ、やりづら、これはやりづら。ちょっと待った、一回上外してで USB 挿してか、これはやりづらいな。え、フロント USB ないの、これないとかなりつらいぞ。どうなんだろう、実機の方だったらあるのかな。うん、IO パネルにアクセスしやすいのはいいですね。いや、逆にアクセスしづらかったしづらかった、外さないとさせなかったまあここの、なんだ、この上の部品も実は簡単に取り外せますよみたいな形 なのかもしれない。なんかただ置いてるだけって感じにも見えるしね。どうなんだろう、見てみないと分かんないや。ウイルススキャン除去 OK、 よし、これでよろしかろう。新品コンポーネント使ってますよね。うん、新品コンポーネントと元あった部品だけでできてます。で、ウイルスチェックしました。 OK です、受け取る。星5、素晴らしい。次、映画業界は腐りきってしまった。親愛なる映画ファンの皆さん、これあれですね、さっきの映画オタクのブレイクですね。もともとはなんか手に入りにくい B 級映画を探そうとしてて、でそれをネットで公開してしまったもんだから訴訟になっている。我々が立ち上がってノーモアと叫び声を上げるまでに、この腐って堕落しきった映画業界がどれだけの映画を闇に葬るのでしょうか。真実を取れ、反撃はここより始まる。今こそ独立した機関を立ち上げ、利益を優先する凶悪な活動を止め、責任を果たさせるべき時が来ました。ブレイクパターバーグはここに新しい草の根ネットワーク組織真実を取れの設立を宣言します。あ、こじらせましたね、これは。サポートいただけるならフィルムトラストうんたらかんたら .uk で支援者として登録をお願いします。なるほど、訴訟沙汰になったから告発サイトを作ったみたいな、なんかどっかで聞いたことあるような話ですね。そして支援者を求めてます、どっかで聞いたような話ですね。なるほどね、ブレイクパターバーグ映画権利解放活動家、肩書きが変わってしまいましたけど、この人どこまで行ってしまうんでしょうか。次、当てにならないダスクから修理してほしい。診断ですね、飼ってるハムスターを見つけましたが、その代わり PC が動かなくなりました。登場したことがないです。この件を一番の最優先にできますか。それはちょっと難しいな。まず来てるので大輔見てみましょうか。でっかいな、なんかフルタワーもいいとこなでかさですけど、この中にこの中にあいつがハムスターが入ってたんですかね。まず電源を
電源入らない。電源をこれ蓋が開くタイプか。ショーツ買いになってんですね。汚い。なんでしょうね。こう CPU 電源が入ってないってことは電源壊れてんじゃない。まず単純にちょっとでかすぎて見づらいんですけど、まず電源外して確認しようか。これアクセスしづらいな。まずケーブル外すじゃん。ダメだ、やりづら。いや外すか、ちゃんと外そう。ちょっとなんか一昔前のパソコンケースみたいなイメージ、これ。あーでもどうなんだろう、今だったら LED でバカすか光らせるから、こういうやつの方がいいのかな。え向こう側開くの。あすご、見づらいけど両側開くんですね。へえ。メンテナンスはしやすそうと。で電源外したんですけど、あこれは生きてるっぽいな。元に戻そう。電源被覆部、これこのままでいいの、ネジ止めしなくていいの。あとでいいや。ということは どういうこと？っていうことは CPU か、それとも映らないってこと考えたら、まあグラボの可能性もゼロではないか。いやうんかな。めんどくさいけど一個ずつ外していきますか。うん、CPU 疑おうか。空冷ですね、外すのが大変。ケーブル外してネジ外して、うん、一応今のチェック、これも壊れてない。CPU これも壊れてない。あれ？グラボ？これも壊れてない。あれ？マザボ？いやメモリ。ああメモリが壊れてるということだそうです。このゲームこの辺は簡単でね、取り外したら壊れてるか壊れてないかが一瞬でわかるという、とても便利仕様になっています。よいしょ。まあ、実際だったら交換して新しい別の部品に交換して、それで立ち上がるかどうかみたいなことをやんなきゃいけないので大変なんですよね。それに比べれば結構楽で済む。ということはメモとくか。誰だっけ、当てにならない大輔。大輔はメモリ交換が必要ですよ。でそのメモリ交換がメモリ交換が8ギガの300メガヘルツ、3000メガヘルツ1枚に交換しますということだそうですが、あるかな。やった、あるね。
新品でなくてもいいからこれでいいけど、8ギガ3000円が2枚セットであるんだけど、これもしかしてどっかで使うのかな。ちょっと待ってください、今チェック中、他で使うんじゃないかと思ってチェック中です。近藤の依頼は済んだ、中山も済んだ、ブルースも済んでる、陽気の孝太郎済んだ、これも済んだ、使わなそうだな、多分大丈夫でしょう、多分使っていいと思うんで、これを新たにインストールしときます。ここに挿してましたね。基本メモリ挿すときって CPU に一番近いとこから挿すはずなんですけどね。わんで、じゃああと戻していきましょうか。 CPU 戻してレバー下げて、グリス塗って、ついでにドライブ挿して、冷却装置、ネジ止め、で、あとなんだっけ、グラボか、グラボ戻して、で、ケーブル挿して、ケーブル何にする、もともと赤だから赤色にしとこうか。この人あと掃除をしなさいって言ってましたね。メモリが壊れることってあるんですかね。私メモリは壊したことないはず。オーバークロックとかに使うんだったら壊れるかもしれないけど、他で壊れることないんじゃないかな。あれ電源入んないよ、なんで、ん、なんか抜けてる。もしかしてマザボ壊れてる、これぽいなあ。マザボも壊れてるっぽいっすよこれ。だってメモリ変えたけど、いや、わあ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 、ケーブル、ケーブル、さすがにマザボの予備はないと思うから、ちょっとこの依頼はすぐには解決できない気がする。 USB ドライブも外して、これ ATX?か、そうですね、ケースがでかすぎてサイズ感が狂う。まだか、こっちまで外さないと終わったことにしてくれないんですよね。よし、でマザーボ、あー、やっぱ壊れてる、なるほどね。マザボも交換しなきゃいけないんですが、一応あるな、ゲーミングさん。B350 他にある?ないな。これ使えるのかな?
中古でもいいから買って大丈夫かな。他で誰か使うっけ。多分使わないかな。多分使っていいでしょう。これ入れて、ほいほい。M4 ソケットだ。ライゼンですからね。うちのパソコンもそう、そのはずですよ。ええか、インテルソケットをコロコロ変えすぎでしょ。ほんと見習ってほしい。よし。で、あとは元あったやつを戻していくだけです。ございます。まあでもそう。この AMD のソケットは本当に抜けやすいのが一番困る。クーラーお？ああ、なるほど。ああ、なるほどね。ファンの場所を選べるんですね。へえ。応援。なるほど。おお、なるほど。面白。へえ。待って、これ吸気ファン？あ、いや。排気ファン？そうか。効率考えたらこれフロントにつけた方がいいですよね。この位置だったら排気ファンになるから暖かい空気が来ちゃう。まあいっか、私いいんじゃない客のだからいっか。メモリ、で、グラボ、で、ケーブルつなげまして、スイッチオン。よし、入った。よし。電源カバーつけて、待って。その前に掃除するか。この人掃除もしてくださいって言われてたんで。適当に掃除します。実際のパソコンの中身はこんな適当にやっても綺麗にはならないんですけど、この辺はゲームなんで適当にやれば完璧になります。これ完璧か。まあ多分綺麗やろ。はい。で、防塵フィルター、このケース光るの？ダセーなぁ。客のパソコンだからって好き勝手言い放題よ。ああ、なんだっけ、昔のマッキントッシュでこんなんなかったっけ。昔のマックもダサかったなぁ。やたら人気だったけど。たぶん。あと戻すものはございません。はい。起動しました。修理しました。これでじゃあ OK かな。あとやんなきゃなんないことはウイルスチェックだ。忘れてた。履歴書がある。ちょっと見てみたいですけど。ああ、挑戦スタイルがあるんですけど。イエローハットに謝れ。スキャン。あれ？
およ、あれウイルススキャンじゃなかったっけ。あ、いや、この人はエア服だけでよかった。ウイルスチェックの必要はなかったです。これで終わりですな。あ、予算結構余裕があるけど、まあいいでしょう。そうしたら持っておいて、今サイドパネル開いたままだったけど、よかったのかな。うん、掃除をしました。ハムスターは見つかりません。多分 OK でしょう。え、ケーブルが足りませんって言われてる。え、どこ、え、どこ、嘘、どこ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 。サイドパネル開けっぱなしだ。やっぱ今はマダボと言ったら MSI かアスロックかな。アスロックアスロックはどうなんでしょうね。今はか、私が知ってた頃のアスロックはちょっとマニア向けみたいな。 MSI はいいですよね。私も好きです。あの質実剛健さがいいですよね。今使ってるのは確かギガバイトだったと思うけど、 MSI いいです。なんだっけ、ケーブルが足りません。どこの話。開ける、ケーブルモードにする。あ、これか、なんこれ、え、あ、シリアル ATA、 すまんな。ちょっと待って、これでよく立ち上がったな。ハードディスクつなげないで、ハードディスクのケーブルなかったよく見てますね、ありがとうございます。全然小さすぎて気づかなかった。で、じゃあこれでよいしょ、一応こっち側も閉めとこう。待った、ここ 2.5 インチあるの。おえん、フラグされていません。これは電源の話。あ、 OKOK、 多分これで、あ、もう一回起動確認しないとダメですね。ハードウェア構成を変えたら起動確認をしないといけないということなので、はい、今度こそ OK です。いや、こうで、こうで、こうで、ちゃんとダメですよって言ってくれてよかったですね。あのままお客さんのとこに送り返したらクレーム問題になるとこでした。星5やったぜ。次、腹ペコのバーブ、バーブ船舶組合。PC が勝手に壊れてしまいました。素人はよく言う、でもたまにそういうこともある。どうやらラムを少し強く揺すりすぎたようです。メモリを揺することってあるのかな。後ろから排気があまり出ていない気がします。詰まっているのでしょうか。掃除が必要ってことかな。何かよろしくない、よろしくないものをクリックした気がする。ウイルスが入ってます。チームグループのコンポーネントはまさに爆弾のようなえ、チームって朝鮮の会社だっけ。爆発の可能性はあるかなって思いますけど、診断と修理をやってみましょう。汚い、詰まるわけだ。うん、なんて言ってたっけ。まずつくかどうか見てみよう。お、起動し、あ、なんか言ってる。ラムがありません。あ、そうか、ラムを強く揺すりすぎたって言ってましたね。なるほどね、これは簡単では。これか、で、ちゃんと取り外したやつが何かというのをチェックしておかないとぐっちゃぐちゃになるんでね。これか、あー、チームがいいよって言っておきながらチームのメモリ壊したのね。8ギガの2400かけ1、 OK、 メモリかマザボが壊れたかな。メモリだったようですね。多分マザボーが壊れた場合ってなんか電源が入んなかったから、さっきのお客さんの場合はマザボーは壊れてないんじゃないですかね。じゃあ代わりのメモリ
入れてみて試してみましょう。新品でなくてもいいはず。うん、2400のメモリ、間違えた、ちょうどあるね。チームがいいって言ってたな。あ、ちょうどこれでいいじゃん。よかったね。んーで起動。ウイルスチェック用のソフトを入れて立ち上がりましたね。メモリだけでよかったのかな、これは。で、ウイルススキャンのソフトを入れておきましょう。ちゃんとバイオス画面にも入れるんですよ。今回は出番なかったけど。 OK で、あとはゴミが溜まってるんでお掃除です。適当にマウスぐるぐるするだけなんですけど、このゲームマウスボタンを押しっぱなしっていうことが非常に多いのでかなりだるい、指が疲れる。 OK、 診断と修理を行うチェックが入りましたので、これで よさげ、楽でよかった。ちょうどね、チームのメモリもあったし、やっぱりある程度在庫を持っといた方がいいのかな。うん、ウイルスチェックした、掃除もした、チームのコンポーネントも入れた、多分 OK。 OK、 星5よし。で、今日ラスト最後のお仕事、これですね。退屈な正体、うん、マイコ。PC を早くしてもらえますか。グラフィックカードのアップグレードは絶対に必要。同じ GPU2 枚つけてください。おー、金持ち。いいなんだっけ、なんとかっていうやつですよね。私 GPU1 枚買うのでもヒーヒー言ってるのに、2枚差しとか。あ、待った、水でクーラーをインストールできますとか言ってる。緊急だから急いでくださいとか言ってる。ちょっと待って、さっき別の仕事、別のお客さんに使っちゃったんだ。あー、ないない水冷クーラーがない。これね、前日に依頼が来るんで、で翌日使う修理に当てるパーツを購入しておくっていう流れなんですけど、発注ミスがあったようで、水冷クーラーがないです。もしかしたら発注したけど別のところで使っちゃった可能性もあるわ。 SLI かな。あ、多分そうですね。そうやったことないですけど、こういうところでシミュレーションでできるといういい経験になるかもしれない。ただ、どうしようかな。急いでくれって言ってんですよね。だから本、まあしょうがないか。急いでくれって言ってるけど、ちょっとないパーツがないんで無理です。どうしようかな。水冷にするのは絶対条件だから、ちょっともう明日の仕事になりますね。これは先に注文だけしとこうか。さっきのなんだっけ、 PC ベイ、これもカートに入れといて、で翌日配送にして、これ予算大丈夫かな。ちょっと別のをやってからにするか。おい、なんか安
なんか安っちそうな小さいグラボ入れてるけど、こっからいきなり2枚差しにするの？あった、グラボは確か注文してるはずなんで、2枚差しか、どうすんだこれ。これ取っちゃっていいのか？はいはい、ここの赤いスロットに2枚させってことよね。うん。で、そう、グラボは買ってるんで、どれだっけな、これかな。ラデオン RQ380 ゲーミング 4GB、マルチ GPU、 ラデオンの場合にはクロスファイアという名称らしいですけども、さすちゃん、これ干渉しないよね。でもう一枚、さすちゃん、あ、そう、なんかここで橋渡しされるんですよね。出力は1本でいいんだ。そりゃそうか。え、待って、これ電源足りる？補助電源足りるか。はい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 、足りた。おえー、なるほどね。自分も種類は違いますけど GPU2 枚挿してます。金持ちいい。種類は違いますけどってさっきの LSI でしたっけ、 SLI かっていうこと。なんか AMD なのか NVIDIA なのかで呼び名が変わるんでしたっけ。そんまあなんだっけ、モンスターハンターがちょうどデモ版がうんたらやってますけど、テストかテストプレイされてますけど、なんかあれをやるのにかなりのハイスペックが要求されるとか言うんで、プロゲーマーとか、いやプロゲーマーでもそんないらんやろ、マニアかな。ゲームのマニアだったらやっぱそういうのが標準になってくんですかね。わーっと、デュアルグラフィックカードインストールできた、アップグレードもできた。一応これで起動確認するか。ゲーム用と配信用で2枚入れてあります。ああなるほどね、1060。ああなるほど、ああなるほど、なるほどね、はい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 。ああそういう使い方もできるんですか。うちはゲーム用と配信用で2台のパソコンでやってますけど、1台のパソコン2枚のグラフィックカードっていう、そういうやり方もできるんですね。ほえん、これは初耳。起動は OK、 ウイルスチェックはいるなあ。待って、これ誰の依頼だっけ、ウイルスチェックだっけ。退屈な招待舞妓、退屈な舞妓、この人は急な依頼、ウイルスチェックはいらないな、色ケーブルにしろって言われてる。あっそう、入れちゃったわ、まあいっか。 2PC まで行くとさすがにめんどくさいんですよね、配置がめんどくさかったりはするかな。でも、ゲームに寄ったりとか、配信環境だったりとか、配信ソフトの負荷だったりとか、まあ、その辺がいろいろ絡み合うから、一概には言いませんけど、私は2台で良かったなって思ってますよ。確かに面倒だけど。一応、ウイルスチェックしとくか。はい、ありませんな、やっぱ。ということで、当日配送することもできるんですけど、当日配送は配送料が
100ドルも取られるんで、そうすると売り上げがほぼなくなっちゃうんですよね。だから、急を要していると言われましたけど、これは明日にしましょう。うん。パーツ残り170ドル使えるから、まあ別にいいか、別にいいか、普通に水冷のどれだっけ、これか。あ、結構増えてる。前まで水冷って2つぐらいしか使えるのなかったんですけど、ほえーん、ほえーん、何が違うかよくわかんないよ。パンが一つのやつと二つのやつかな。これ何が違うんだ。ああ、サイズか。140ミリのファンと120ミリのファン。これ240ミリは120を2枚使ってるからってことね。はいはいはい。なるほどね。ことはこのケースのどこにファンをつけられるかっていうことを考えつつ導入しないといけないんですけど、上かな、ここかな。え、前行ける、前行けそうやな。今のフロントかなりダサかったな。あー、ここに2つつけられるね、いいね。ここにちょっと試しにつけてみようか。ケースファン140ミリがないんだけど、うん、120ミリ多分2枚つくやろ。でもどうかな、わかんないですよね。普通のファンだったらつくけど、水冷用のファン厚みがあったりするから干渉する可能性ありますからね。この辺、いや、これだけスペースあれば干渉せんやろ。うん、いけるんじゃん。240ミリでちょっと注文してみようかな。うん、ちょっと待って、よくわかんねえや。あ、なるほどね。ファンを入れたからパーツ代金になってるけど、170ドルまで使えます。余裕でどれも買えます。240ミリにするとこっちとこっちの2つです。特にクーラーマスターが好きという話はない。まあなんとなくクーラーマスターにするか。え、結構値段違くない？同じ240ミリでも、これ見づらいな、見づらいな。同じ240ミリだけど、あ、これあれか、光るのか。いや、こいつも光りそうだけど、RGB で光るからその分高いっていうことなんですかね。そのために60ドルもかけんの？マジっすか？恐ろしい世界やで、本当に。あー、まあ予算的に余裕はあるけれど、まあちょっとクーラーマスターにしよう、これね。で、メモっとこう、ちゃんと。で、誰？退屈な舞妓。退屈な舞妓、これか。退屈な舞妓は白ケーブルで。待った、この人さ。また予算ちょっと見たい。もう一回これ外す。水冷って結構ボッテる価格だと思うんですよね。
あんまり値段知らないけど、今何ドルだったっけ、90ドルとかでしたっけ。90ドルか、90ドル、余裕で1万円超えるってことか。それは持ってますよね。私が使ってる CPU ファン、 CPU クーラー5000円しなかったんじゃないかな。まあね、そう、クーラントを扱わなきゃなんないから結構デリケートな、てかシビアに、作らないと、万一漏れでもしたら大変だからっていうのもあるんじゃないですかね。うん、ただ金属削って金属組み合わせてパン回しとけばいいやっていうもんじゃないから、まあ高くなっちゃうのは当然かなとは思いますけど、まあコストパフォーマンスで言えばかなり悪いですよね。しかも光らせちゃうだなんてよくないね。ちょっと待って、今パーツこれが430ドルで、ああなるほど、430ドル、ああいいのか、100、そうね、170ドル、まあまあ170ドルまではいけて、でここでリキッド240を90ドルで買う。お、危ない、2つ買うとこだった。でこれをもう1回インストールしますと、で白ケーブルにしますよと。 OK、 理解理解。うん、これは明日ですな。ちゃんと水冷の恩恵受けようとしたら2万円超えそう。ちゃんとした水冷の恩恵ってどんなんなんでしょうか。どんなんなんでしょうね。水冷本当に冷えるんですか、そもそも。本当に冷えるんですかね、あれ。水冷の水冷ってあれでしょ、空冷でいうところの、あの金属の部分が水になったっていうことなんでしょ。金属の方だってそういや中に電動、中のパイプの中になんか金属じゃないや、液体っぽいものが入ってるとか入ってないとかいう話だけど、熱効果の媒体として水を使うか空気を使うかみたいな感じなのかな。いや絶対そんなん変わんないと思う。絶対コストパフォーマンス悪いですって。一番悪いまであるんじゃないですか、もしかして。パーツの中ではあり得る。さて、ということで今日のお仕事はこの辺までになったので、できることはなくなったんですが、新しいメールが届いてますね。ちょっと上から見ていこうか。以下のパーツが在庫に追加されました。在庫に追加って書いてますけど、これ買えるようになりましたっていう意味ですからね、間違わないでくださいよ。日本語ちょこちょこ怪しいな。ギガバイト、アーオーラスかな、 GForce GTX1060 6GB、 それっぽいのが来てますね。水冷はかなり冷えますね。冷却水の熱を保有できる量の量が、ああなるほど、そうか、クーラントの量がそのまま熱効率の良さに関わってくる感じ。なるほど、まあ、確かにそうか。え、でもそれにしたってじゃないですか。なんていうか冷却の世界って一度変わったら大喜びみたいな世界じゃないですか。素人目に見ると一度変わったところでふんみたいな思うんですけどね。その辺の感じ方がなんか大きな、人によって大きな差がありそう。新しいパーツ、なんかよくわからんやつ、1060レベルアップ、急に到達してできるようになったのが PC ベイオークションサイト、 3400MHz のメモリ、網リボンケーブル、なんこれ、何の話？
あ、このリボン、え、リボンっていうこと？なんかこのケーブル、あ、リボンって書いてあるな。これのことか？このケーブル、ルーツとかリボンとかタイトとかなんとかとか、いろんなスリーブか、種類があるんですけど、正直見た目どれもあんま変わんないんですよね。なんなんかな？実物を見ればわかるんでしょうかね。あ、オープンベンチ。ちょっとケース見よう、ケース見よう。どれだ？だかな？ん？あ、あった。オープンベンチ。いいな。これちょっと面白いなと思ってて。まあ、ベンチ用ですから。でもありか、お仕事として使うんだったらあった方がいいのかな、これもしかして。今後のお仕事のやり方によってはこのベンチ台あった方がいいとかあるかもしれない。個人ではまず使わないアイテムですけど、いいないいな、ちょっと興味あったんでどっかで買おう。ニャホーね、オープンベンチケース、いろいろ買えるようになりましたということでございます、うん、コルセアオブシディアン、なんだろうね。グングニル、これケースだった気がする。ラデオン RX570、 はいはい、というようなシステムメッセージの上で、で新たに3件の依頼が来てますね。香川正代、PC をアップグレードします、ベンチマークいります、16ギガにしてください、ウイルスが入ってます、新品使ってください、非常に面倒くさい、はあ、ははあ、この人の持ってるパソコンが今ベンチが2600ぐらいまで開けてくださいということなんですけど、これね、どの程度にすればこの目的の 3D スコアいくかがわかんないんですよね。なんで結構試行錯誤というか、普通にやると大変なんですけど、まあ世の中にはこれのためにわざわざ計算機を作ってくれてる方がいて、この CPU とこのメモリとこのグラボを使ったらだいたいこんな感じの 3D ベンチ出るよみたいなことを計算してくれるサイトがあって、それを使ってだいたいこんな感じかなみたいな感じで、事前にチェックすることができます。ちょっとやってみるか。ちょっと一回ここで、本当にこのゲームメモしながらじゃないとやりにくい感じになってんですよね。これで一回こうして、あれ、スクショが取れない。あれ、スクショってどうやって取んの、そっから。ちょっと待って、これとこう、あー、打つ間違えた、ちょっと待って、画面が全部消えた、こうかいかん、ちょっとあんまり変なことをやるのやめとこう、危なかった今。この人が使ってる CPU が6500で、メモリーが 3000MHz のシングルで、グラボが280の 3GB の LE、 これかで、ベンチがだいたい2170だそうです。
で、うちの私のところで今扱ってるグラボで、例のが一番いいのが大体 980Ti なんで、うん、グラボ、あれシェーン、980Ti まで入れないとダメか。大体この3つ、いつもベンチがうんたらっていう時はこれに頼ってます。で、例えば例えば 980Ti のお安くしようとすると 6GBLE、 どれだこれかに変えたとすると、これで計算機の上ではだいたい 3D マークスコアは4500ぐらい出ることになります。余裕で超えるな。よし、これでいこう。ということで、いつも在庫あるな。新品？新品か。新品にしなきゃいけないので新たにこれを買う。うん。っていう感じですね。で、あと予算に余りがあるんで、さっきみたいになんか適当なパーツを交換することで有効パーツを手に入れることができるっていうことも。次出たな、当てにならないマイコ。え、さっきいた、もしかしてマイコさっきもいましたよね。新しい PC を組み立ててくれますか。友達の PC のベンチマークは1307くらい出ているので、私もそれくらい必要です。その程度でいいの？大丈夫？何に使うの？使える？それベンチ1300なのに水冷式クーラーがお気に入りって何？本末転倒だが、もうクーラーだけ変えよっていう感じですけどね。で、インテルを使ってくれと。で、新品でと。注文がまた多いですね。で、予算結構ついてるな。こう、予算結構、このスコアでこのお値段はちょっとどうなんて思うけど。まあ、これもさっきと同じようにケース選んで、全部一式全部選んでやる必要があるんですけれども、まあ、なんせ工賃がねなかなか美味しいのでやっていきたいと思います。次、こんにちは、こんにちは。 PC が壊れたなんてあんまりです。マウスが固まってしまって何もできません。このプラスチック白のケーブルは本当にいい感じに見えるね。急に話変わるじゃん。こんなにプラスチックケーブルのことを言いたかったな。すぐにやってもらう必要があるんです。これも急げと。これは指定されてますね。CPU とハードディスクを交換してくださいという感じ。うん。2000年代の MMORPG だろう、メイプルストーリーとか、あの辺の 2D だったらいけるかもしれませんね。リネージュとかありましたっけ、あの頃って。リネージュ動かなそう。もしかしたらあれですね、ソリティア専用機かもしれませんけど。ここは一応見てみるか。この人こうするじゃん。んで、こうするじゃん。この人が使ってる CPU が Ryzen 7 1700X で、ハードディスクが 1TB ということなので、でショップに行ってですね、プロセッサー MD っていうか、これ見てはいいのか。 1700X 在庫あるね。この人中古でもいいっぽいから、いや、これ在庫使っちゃおうか。で、700X 中古なのか新品なのか分からんけど、中古か。
中古のがあるんですけれども、この人は中古を使っても問題がないそうなので、 PP はじゃあ中古使って、で、あと、ハードディスク、ハードディスクは1テラだったから同じ C ゲートの1テラでいいんじゃないかな。ハードディスク種類増えてる、あー SSD がちょっと増えたかな、うん、あ同じ1テラでいいでしょう、アップグレードしてくれみたいな注文はないので、なんでこの人用にストレージ1テラのハードディスク買って OK ですね。でこれ受託という感じでやっていくんですけど、これをやるときにはちゃんとメモを取りながら、この人にはこれを使うよっていうことをねちゃんとメモしておかないと、今回みたいにわけわかんなくなっちゃうんで、これはまあ、 手間がかかるんで、ちょっと配信が終わった後にやっとこうかなと思います。ちょうどいい時間、23時半ですから今日はこの辺で終わりますかね。なんかゲーム内1日の依頼だけで終わっちゃったけど、まあいいかな。あやね配信と言いつつ結構がっつりと働くゲームになっちゃうんですけども、まあしばらくこれでね遊んでいこうと思いますんで、来週の日曜ももしかしたら別のタイミングでもやるかもしれませんけど、まあ、来週の日曜の早寝配信でまたお会いしたいと思います。それまでにまたプライベートでもちょっと遊んでると思うんで、結構ねお金が増えてきたんで余裕が出てきたかなと思いますが、次はどこまで増えるんでしょうか。お相手は二足三文ソフトウェア兼二足三文ハードウェアゲーミング部門所属陣の楓でした。ではごきげんよう、おやすみなさい。